はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、フリードはね、マイナーチェンジするということで、10月のね18日、デビューということでね、まあちょっと早めの、告知になりますね。このマイナーチェンジでね、新たに、クロススターというね、モデルが追加されましたね。見た目がね、ちょっとだいぶ変わりましたよね。右側がね、このクロススターということで、ちょっと SUV を意識したような、デザインになってますね。で、左の方が従来の、フリードハイブリッドということなんですけども、ちょっとね、フロントマスクがだいぶ変わりましたよね。ちなみに前のモデル、ちょっとこれから比べるとだいぶね、なんかちょっと、未来チックな感じのデザインになりましたね。ちょっとね、フロントマスクの印象がだいぶ変わりましたね。まあ、全体的にね、そんなに変わらないんですけど、まあ、フロントグリルのデザインと、まあ、ワイド感を強調したバンパーと、シーグラスブルーパールが追加されたということですね。今回のね、マイナーチェンジで、ホンダセンシングがね、ちょっと追加機能があるみたいですね。この、今まではね、前進の時に、止まる補助システムがあったんですが、今回からは、このバックも、制御してくれるということですね。で、まあ、今回のね、目玉がこのクロススターということでね、まあ、こういったね、ちょっと30代から40代ぐらいの、まあ、ファミリー層向けの、まあ、よりね、ちょっとこう遊び心が、追加されたのかなという感じですね。これ街乗りでもね、全然 SUV 感がね、そんなに強くないですよね。まあ、どっちもいけるぞという感じのデザインですね。で、フリードはね、基本2つのモデルがあります。フリードと、フリードプラスですね。フリードプラスは、5人乗りということで、後ろのね、荷台が広く、使われるモデルになってますね。で、普通のね、フリードは、7人掛けということで、まあこれもね、後ろのシートを倒せるんで、まあ結構広くは使えるんですが、まあフリードプラスの方がより広く使えるということですね。クロススターの方も、フリード、フリードプラスがあるということでね、同じ設定みたいですが、こちらは6人掛けになるみたいですね。7人掛けはないということですね。内装がちょっとこう木目っぽいね、ちょっとやっぱクロスカントリーなイメージが、出てますね。シートのラインナップ、ちょっとややこしいんですけどね、いっぱいあるんですよね。それぞれね、4WD 設定があるということでいいですよね。キャンプ場とか行くんでしたらね、 4WD があった方がいいと思いますね。で、エンジンの方はね、スポーツハイブリッド IDCD ということで、もうね、だいぶね、リコールは IDCD だいぶね、あったんですけど、もうだいぶね、成熟された感じですよね。普通のね、ハイブリッドじゃない方は、1.5 リッター直噴 DOHC HiVTEC エンジンということでね、まあこの 1.5 リッターでもね、よく走りますね、ホンダのエンジンって。まあこのフリードクロススターのね、装備、ここでね、また、紹介されてます。フロントグリルはね、メッキ仕様なんですね。バンパーの方もね、SUV 的な力強さを感じる、メッキ使いがあしらわれてると。で、フォグライトはね、標準装備ということですね。まあ、やっぱちょっと山の中行くんだったら明るくしたいですよね。霧が出たりもしますもんね。で、専用ルーフやドアミラー、ドアハンドルなどに、専用のデザインということで、まあちょっと、こうシルバーのね、デザインがあしらわれてますね。で、後ろは、フロント同様、リアバンパーの下もメッキ加工がされてるということですね。で、これがフリードプラスの方ですね。まあ2層式でね、荷物がいっぱい積めると、棚に、ね、なってるんですよね。で、下の部分にも荷物が積めて、結構出し入れしやすそうでいいですよね。で、フリードね、これ前からそうでしたっけ、ハンズフリースライドドアなんですね。足をかざすと、スライドドアが開くという機能がついてるんですね。昔ね、これ結構高級車しかついてなかったんですけど、まあフリードでもついてるということですね。これいいな。まあこれ夢ですよね。贅沢な空間で、午後の休憩も快適にいいと。いうことで、まあ室内だったらね、これクーラーもね効いてますんでね、ドア閉めたら涼しくていいですよね。冬はあったかと。まあ、こんな感じでね、LED ランタンをね、
カラビナでぶら下げたりできますね。フックが多いみたいですね。家族団らんということで、やっぱフリードね、いいですよね。これ何がいいってね、5ナンバーサイズなんですよね。なので、結構狭いところもね、ぐいぐい入っていけると。細い道ね、田舎の方だとね、すれ違いとかで、すごい狭いところね、通ったりするんですよね。なので、まあ、この、まあ、K は最強なんですけど、まあ、その次にね、この、まあ、5ナンバーのサイズで、まあ、そんなに大きくないサイズで、まあ、キャンプ道具もいっぱい詰めていけるということですね。で、気になるね、燃費なんですけど、今度の新しいフリードは、まだ発表されてないみたいですね。ちなみに現行モデルが、JC08 モード 19.0 キロパーリッターですね。これはガソリンタイプ。で、フリードハイブリッドが、JC08 モードで 27.2 キロパーリッターと優秀ですね。はい、いかがでしたかね。ちょうどいいフリード。本当にね、ちょうどいいサイズですよね。2019年の10月18日デビューということで楽しみですね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、マイナーチェンジするフリードでした。ジャーニー、ボーイシュー。